はい、こんにちは、ゆうです。今日もファイトリーグをやっていきたいと思います。はい、で実はですね、先日エイミーを狙って20連ほどした結果、じゃじゃーん、ついにレイバーウルフを手に入れました。やっと手に入れたということで、 JP を本格的にやっていきたいなと思っていまして、最初はまずやっぱりネネメタル JP からやりたいなと思ってこのデッキを作りました。で何回か練習した結果、まずチーフオフィサーですね、これをスタチェーン、最初はスタチェーン5を採用していたんですが、スタチェーン前のチーフオフィサーに変えました。でその理由としては、例えばエイミー GGG とか、まあ、エイミーじゃなくてもなんですけど GGG と対戦した際に、こっちのメンバーを無視して左下2体、ジリーダー横に置かれた場合、高 HP のキャラが並ぶので、その時に対応しきれなかったんですよね、この編成だと。まあ、なのでバッサリーとかまだまだいろいろ候補はあるんですが、とりあえずチーフオフィサーにすることによってそこを補ってみました。あとはそうですね、あとはまあドーンタコスかな、これは単純に火力をつけるためっていうのと、あと左下にアーツが伸びてるので攻撃しつつ守備にも使えるっていう点で、マッシャーより使いやすいかなっていうことでドーンタコスを入れています。あとはまあ普通の感じですかね、ジョー、スカイ、ネネメタル、ゴーシュ、メロディー、ラムちゃんって感じで編成しているので、まだ使い慣れていない部分もあるので、とりあえずフリーで何回かやっていきたいなと思います。ということでやっていきましょう、レッツゴー。はい、ということでまず1戦目の相手はタッグですね、トイズトイズか、やっていきましょう。タッグのトイズトイズか、なるほど、強そうですね。おそらく先手はトイモン、後手で何言ってるんですかね、ハーモニーかな、やっぱりトイモン、トイモンはないと思うので、先手トイズはトイモン、後手はハーモニーっていう感じなんですかね、おそらく。さあ火力高そうなので守りつつうまく攻めたいところ。なるほど、先手マッシャーか。ただこっちもレイバーもネネメタルも来てないので、あまりいいとは言えない。さあどうしようかな、ラムちゃんメロディーでいきますか。そうしましょう。まあ敵陣に出てる部分には、お、ナイスクリティカル。で相手陣に出てる部 分には、まあ別に無視されても火力として残るので OK で、全勝されたらレイバーのチャンスが来るということで、自陣になるべく、ラムちゃんとかだったらまだいいんですけど、あんまり残さないようにしたいですね、メンバーを。さあこれでネネメタル来ましたね。でレイバーは2手豆だから使えない。さあおそらく全処理してこられる。でその際に守りつつうまく攻撃できればいいんですけど、なるほど、まあ、最悪処れなかったら真ん中制圧っていうのもありですが、まあ、次真ん中取られるかな。そうなってくると応面剣は無視っていう形になりそうかな。あー、なるほど、ハーモニーか。難しいですね、これ守った方がいいのかな。いやでもどうせ守りきれない、いや守りきろうと思えば守りきれるんですが、ネネメタルかドンタコスで。ただそうするとおそらく押し負けるので、どうしようかな。うん、真ん中にネネメタルじゃないわ、こっち側にネネメタル置いて、次真ん中にレイバーを置きましょう。まあ、そうすることで一応ジュラハンの怖さはなくなる。ただまあトイモンデッキの可能性があるので、まあ右下トイモンとか結構ヤバめですけど、まあとりあえず攻めましょう。ここは、うん、多分完全守りになるとバーン JP って勝てないと思うんですよね。さあこれでバーン状態で1体でも生き残ればチーフオフィサーがもしかしたら次ターン使えるかもしれない。全処理された場合は、まあ、ラムちゃんを出すって感じになるのかな、おそらく。さあ木馬で守り、なるほど、これで全処理。
まあ、ただダメージ量は200なの で次デュラハン来るとかなり火力いきますけど、そうすると次こっちも対応しやすいので多分デュラハンではない。残り1900で200確定ですけど、デュラハンじゃないとすれば、まあ、プラス200、300ぐらいだと思うので500ダメージぐらいかな、いってって感じかな。おそらくデュラハンだと結構いきますけどね。デュラハンだと1200ダメージか、1200ダメージ。あ、でもデュラハンはありがたいですね、むしろ。これで1200ダメージなんですけど、応援剣含めて、あ、違う、1300ダメージか。うん、ですが500残りで、さらに600残りか、でさらにプロテクターつけられるし、次ラムちゃん打ってるので、ただネネメタルも打ちたいんですけどね。ここはどうするべきなんだろうな。ネネメタルも打つか、火力優先でいくか。やっぱバーン状態にしとく方が多分今後的にダメージ量的に増えると思うので、ネネメタル右上、あ、違うラムちゃん右上で、その次ネネメタル左上でいきましょうか。ダメージ量だと300違うんですけど、うん、今後多分この方がダメージ与えやすい。さあ、これで残り相手1200でバーン状態なので、全処理されてレイバーがいれば勝ち。あ、来ましたね。だから全処理されたらレイバーで押せばいい。1体でも残ったら、まあ、メロディーとかでリンクすればよしと。さあ、ファントムナイトでこれ多分ラムちゃんしょってくれることにかけましたね。なるほど、うまくいった。さあ、次どう守ってくるか。まあ、全処理されてもされなくてもダメージ量的には一緒なので、あ、むしろ多いか。あ、まあでもこそレイバーウルフで、レイバードンタコスで勝てますね。やっぱガンガン押していく方が強いですね、やっぱりですよね。レイバーで1000確定なので、そうですね、 OKOK。 レイバー右上に置いて、次ドンタコスで勝ちかな。いやー、ダメージでかいなー、バーン状態のレイバー。今までやられてめっちゃ嫌だったけど、やるとすごい気持ちいい。さあ、これでまあ合計1000ダメージですね、ここでも。OK! はい、ということで、無事勝つことができました。やっぱり、うん、守りに行くより、ガンガン攻めつつの方が勝率が高いのかなって気がします。はい、ということで第2戦目負けてしまったので、もう1戦やっていきましょう。で、相手は GGG ですね。エイミーリーダーか、なるほど。そう、GGG 相手にどう戦っていくのかすごく難しい。多分無視するタイミングがどっかで必要なんですよね、少なからずこのデッキ編成だと。で、これレイバー引いてきちゃってるから出すけど、そうすると次ターンレイバーいないことバレるので、全処理は完全にされるんですが、まあいいでしょう。まあ右上とかにしておきましょうか。にレイバー出しておいて、まあ、次ターンネネメタル来たらネネメタル出していけば OK と。さあ、これで、あ、ネネメタル来ないか。さあ、でも真ん中取られる分にはそこまで JP の場合は痛くない。ほんと左下右下を置かれるのが一番嫌なんですよね、 GGG 相手には。あ、でも真ん中置いてこないかな。右下左下に置いてくる可能性も。あ、真ん中で、しかも紙なので HP が、どうしようかな。ジョーラムちゃんでいきますか。ジョー右上配置、いやー、どうなんだ。ラムちゃん下でもいいかな。いや、やっぱダメージ量は多く与えたいので、あー、でもそっか、どうせ倒しきれないのか。うん、だったらジョー右上配置して、ラムちゃんで1個、離しておいて守りましょう。
まあ、このラムちゃんは別に無視されたらラッキーぐらいな感じなので、無視されたらレイバー打てなくなるんですけど回復していくので OK。 であのジョーも、まあ、無視しにくいですよね相手は。まあ、倒しきれない場合無視になるんでしょうけど、スカイとかとコンボされると超強いので。ただそうか、この配置だとラジボーイがある。まあでもラジボーイは300なのでメロディー倒しきれますね。でもう1体がドンタクスの攻撃範囲内にレンチ。そう、この配置が本当に嫌だ。さあこの配置にどう対応していくかっていうのが一番重要になってくる。まあこれはメロディードンタクスでレンチ処理しかないですね。でまああのその真ん中上の真ん中下かのドンタクスの配置は微妙いんですけど、まあ、HP400 なので、まあ、相手も倒しやすいはず、倒しちゃいやすいはず。さあこれドンタコスを真ん中に置く。とりあえず処理できましたね今回は。さあでネネメタルが一回も来ない。やっと来た。でまあ1体残ったらオフィサー使えるんですが、まあ、メロディー生き残る可能性はゼロに引く。あ、コントロール、ほう、ここで使うのか。どういう意図なんですかね。で、いい方取られちゃったかな。なるほど、回復に使いたかったのか。どうなんだろう、メロディー取って回復に使ってって感じだったんですかね。さあとりあえずメロディーはしょられる。まあ、ドンタコスは簡単に倒せそう。なるほど、シーバ、これは守らなきゃいけなくなりましたね。ダメージ量ゼロだったけど守備にこっちキャラを使わせようっていう考えかな。まあ、仕方ないですね、これは知らなきゃいけない。チーフオフィサーで守りつつネネメタル真ん中に置いていきましょう。どうだ、でもバーンにしておけば次ターンがチャンスに変わっていく。やっと引いてこれてましたからね、使わないともったいない。さあまあこのチーフオフィサーはまあ残される可能性高いですけど、残ったら残ったでガードで強いのでいいでしょう。もう一回ネネメタル、今まで来なかった分が一気に回ってくる。あ、これは全処理かな。ネネメタル打ちたかったけどレンチ倒すにはジョーしかないか。真ん中上取られるとちょっとしんどい。下なら、うん、ジョーメロディーでワンチャン処理切れるかな。さあこれはもうメロディー次第になってくる。まあ守ればいけるんですけど、守ってもメロディー次第か。そうですね、ジョーで最初守れば 100% いけるのか。いやそうでもないな、うん、やっぱりここにジョーを置いてからメロディーがレンチに行ってくれ、ナイスクリティカル、レンチに行ってくれないと負けるまで、まあ負けるかなおそらく。さあレンチに行ってくれ、ナイス。まあでもこれだとメロディーが残っちゃった。うーん、まあ仕方ない、これで一体残ししちゃったの結構痛いけど、1700いかなければバーストくるから1600いかなければ OK。 で1体でも残ればドンタコスとか使えばいけるし、全周されてもレイバーでいけるので。さあ守られたってことはおそらくこっちは死なない。でバーストくるんで合計300食らうんですよね、こっちターンには。なので200やっても200回復しても残り700なので、
まあ、1000だったとしてもレイバーでいけるいけますね、うん、1000だとしてもレイバーでいけるんですが、練習頑張るぞ、パクオン、さあこれで400ダメージですけど、うん、バーンしてバーンなくてもいけるかな。レイバーチーフオフィサーで1000はいきますね。うん、ただバーストも来るので、まあ合計次また200来るか700与えれば勝ちなんですよね。なのでいけましたね。 OK ナイス。今回は GG 相手うまく対応できましたね。なんかさっきも、メロディー真ん中に残しちゃいましたけど、まあ、残しちゃったとしても、意外と押し勝てるので、まあ、そこがバーン JP の強さって感じかな。はい、ということで、2勝1敗ですね。なのでまあ割といい成績なんじゃないかなと思います。はい、ということで今日はレイバーウルフをようやく手に入れたということで、ネネメタル JP を使ってみました。やっぱり強いですね。火力でガンガン押していって、火力とバーンで押していって、まあ多少相手メンバーを残したとしても押し勝てるというのが強いところなので、まあ練習もっと積んで JP の練習して、まあ先発というかメイン準メインぐらいな感じで使っていけたらなっていう風に思っています。であと先制 JP とかも練習していきたいので、これからも使っていこうかなって感じです。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。よかったら次回も見てください。バイバーイ。